1番久住翔太郎山陽ハンテゼロ、2番桜木君和飯塚ハンテ10、3番阿部仁志飯塚ハンテ2、阿部仁志浜野純金谷翔平と売れました。ブルーランプ消えます。スタート3秒前、10レース選抜戦スタートしました。20メートルは内、4番の浜野が通る、おっと危ない、3番の阿部仁志がさせるかどうか。浜野順行きかけましたが下がっていきました。6番の砂見、7番の田中茂と得ていきまして、5番の金ヶ谷が2番の桜木をまずは叩いた序盤戦の 3,4 コーナーの立ち上がり、逃げていく1番の住翔太郎です。住が先頭で2周目に入りました。2番手5番の金ヶ谷、3番手さばかれて2番の桜木君和、3番の阿部仁志4番手で、そして6番の砂見和幸が中段の後ろを占めています。4番浜野順巻き返せるかどうか。このコーナリング少しスムーズではありません。7番の田中茂が袖を刺そうとしています。最後方少し離されて6番8番の丸山聡。競争中盤戦、1番の隅のペース衰えません。追っていく1番手は5番の金貝翔平、そして3番手に2番の桜木君和粘っていますが、内差なく3番の阿部仁志、そう2球1番時計の2人、3番の阿部と5番の金貝は現在2番手と4番手、それら従えて逃げていく1番の隅、リードがなくなってきた2番手5番の金貝が、さあチャージをかけるこの3コーナーどうでしょうか。外へとつけて4コーナーでは切り返しの体勢、5番の金ヶ谷隅を射程に捉えて残り2周回となりました。3番手2番の桜木が依然粘っていて、3番の阿部仁志は少し足が止まっています。6番の砂見がその間にさあかかってきまして、2番の桜木の懐へ阿部仁志、外から6番の砂見、3番手がもつれている。先頭は5番の金ヶ谷、残り1周ブルーフラッグを迎えました。3番の阿部が辛くも3番手と上がれるのかどうか。外は2番の桜木が応戦、砂見和幸狭いスペースをついてきます。6番の砂見がさあ阿部仁志を伺う、両者3番手争い、先頭は5番の金ヶ谷、最後のコーナー2番手は1番の隅が少し滑った、内3番の阿部仁志が強襲、2番手まで届くかどうか。5番の金ヶ谷ゴールイン、先端5番1番3360円、2連複1号の組2000トンで60円、3連単5番1番3番12000円、3連複135の組